いよ。お腹空いてるからね。いや、さすがベガッタさんですね。何やってんだよ今。トマトソースを塗りたくってだって下手くそじゃない。丸くなってないよだって。やばいよやばい、それちょっとちゃんと丸くしてよ、ちゃんと。あの、そういう平さんは何をされてるんですか。いや、俺は見てる側だからね、基本的に。ああ、コーディネーターとしてやって。そうそうそう、ちゃんとこう丸くしてよとか。ああ、ヤマト、お前塗りすぎじゃねえかとか。え、塗りすぎですかね。いや、ちょうどいいね。いや急げと。いやあの、ベガッタさんの方はもうそれ完成で。完成なのこれ。丸くないよ全然。やること少な、そっち。うわー、何この人。なんか実質山ちゃんしかやってないような気もするんですけど、これ。ちょっとどいてよ。お、普通ですね。まあ普通に平さんがピザ。そんなに薄くやるっすか。バカ、あれだろ、薄いやつは薄いやつあるだろ。めっちゃ薄いやつない。あー、気がついたら平さんとベガッタさん立場逆転しちゃってますけど。いいね。あの人は、あの人はいい、あの人。クレソンです、クレソン。ルッコラかこれ。ルッコラ。ルッコラ？ん？ルッコラわかるんですか？ルッコラ知ってる。お前さ、もう42年生きてんだと。そんなにないですね。役年？終わった、終わったっすか。終わった、今年43。あ、もう43になる。あ、間違えた。おい、何やってんだろう。並べてた、こう、ま、丸く薄いなきゃダメでしょ、これ、うん、丸めてた。直線的にやっちゃダメでしょ。混ざりないから強引に絡んできた。うん、なんかベガッタさんの方が監督っぽい感じしますね、やっぱり。これチーズ種類違う、収まってますよ、うん、で、やっぱり平さんもなんやかんややると真面目なんですよね。こっちの分残してます。残してますね。お、ベガッタさん、お見事さん。さすがに誰も構ってくれなくなって。これいいでしょ。最終的にはね、多分ね、寂しくなるんだよ、あそこにいると。はい。ね。まあでも仕方ない。男の料理と。ちょっとね。うん？チーズ多く。チーズ多く。では。ついに入れましょうか。ちゃっちゃちゃーん。それ出来上がった時に。あ、そうだね。こうそこで大丈夫で。こうでいい、うん、これちなみにどれぐらいで出来上がる。4分ぐらいかな。お、4分かな。どんな感じですか、ちょっと見せてもらっていいですか、平さん。見たいの。みたいです。ちょっとよ。どう。おお。これいけてんの？これはいけてるっすね。いけてる。チーズ溶けてるし。うん。じゃあもう行く？食べます？食べるか。ベガッタ抜きで。おお。ついか。危ない。お、これはね、うまそう。美味しそう。でも食べれないから二人で食うんだよ。あ、半分でいいですよ ね。半分で。半分でしょうね。早く。これ熱そう。熱いぞこれは。お箸持ってきます。はいはい。ピザじゃなくてピッツァです。ヤマト、なんか。なんどういう、なんかぐちゃぐちゃになってるじゃないですか。じゃあ男の病院。ああ。平瀬塾のピザはこれでいいと。そうそう、なんかくっついてるな。実はブキッチョ。なかなか食べれない。ぐしゃって言わない。こっちから見るとホットケーキみたいな、なんか違う食べ物にね。半分にする。ガシャッとアルミかじるとギーンとな。あれ、なんか2等分になってますね。3人いるけど1人食べれない。これをガルバニーショックという、あのギーンってなるやつ。あー、銀紙のやつ。いきなり食べるんですか。平さん、一口目はもう少し見せていただきたかったんですけど、どうでしょう。うん、美味しい。てか、そこ、この具の部分。うん、あの、具の、まずはこの皮を。あー、なるほどね。いただきます。そうですね、そばの、あの、全然切れないですね。いただきます。いただいてます。うん、うまいですか。
フィジェ、うまい。もうちょっとあのヤマトのピッツァ俺のもの、俺のピッツァ俺のものと。どっちが正解かわからん。ああ、もうそっちも食べちゃったですね、ヤマさん。いただきます。あ、うまっ。うまいね。うん、おいしい。平さんもお願いしたら食べさせてくれるんじゃないですか。全然食べ方がもう、もう全然見てないですけども。平さん、ん、どうでしょう、食レポ的な。あ、着替えてきて、着替えてきていいですか。トマトが美味しい。生地もね、パリパリして美味しい。美味しそうですね。お、いや、本当に、うん、美味しいものを食べた時は、うんうんうん、美味しいしか言えない。どううまいのかどうなのか、食レポちゃんとしないと。そうですね。あのお店のピザじゃねえから、食レポしても食べに来られないっすよね。そうそうそう、これが平瀬地区のピザだ。あちらに伝わってればそれで、そうそうそう、まあいいよな、普通に食えるもんな。もうベガッタがめちゃくちゃ悲しそうな顔してますけれど、だからその食レポ、その何がどううまいのか、そういうのはどうでもいいんですね。男の料理だな。うまいっす。でもうまいよな。うん、けどな、はい、激震。はい、激震。もう強制終了で、本日の平瀬塾は以上ですと。塾長の許可も得ずに平瀬塾以上ですとなりました。よろしいですか、塾長。もういいよ。もういいと、うん、まあでもほら、今回はピザ、今回はベガッタが空に飛べるかどうかっていう実験をした。俺は高いところ無理だから。平もね、高いところって。そうですね、平さんなんかちょっと高いところが苦手という噂もちらほら出てます。そうそう、俺はもう高いところは無理だから。平さんもバンジージャンプを。バンジー、ベガッタさんもやりますか、バンジー。やりますか、2人で一緒に。絶対ない。スカイダイビングやりますか。ベガタさんも一緒に。やらないよ俺は。だけどちょっと対決やるからね。カレー対決しよう。カレー対決、料理対決ですか。うん、カレーならいけますか、ベガタさん。まあ平さんといったらカレーということで、俺に任せろと。ピザ編は以上ということで。おいしかった。